萩の月萩の月とは、1979年9月から歌唱3000が販売しているカスタードクリームをカステラ生地で包んだ饅頭型の菓子のことである。正式名称は仙台銘菓、萩の月。萩の月は明治初期誕生の笹かまぼこや昭和20年代誕生の仙台牛タン焼きと並び、昭和50年代誕生と歴史が浅いながら、 仙台土産の定番になっている。業界紙がアンケートをもとに選んだ20世紀を代表する土産品では北海道の白い恋人、福岡県の枯らし明太子に次いで宮城県の萩の月が全国3位になった。現在では宮城県外の店舗でも販売され、1日あたり10万個が製造・販売されている。商品名は 萩が咲き乱れる宮城野の空に浮かぶ満月に由来している。松藤や弓の発言で全国的な知名度を得たと言われ、全国にも宝品が数百種はあるとみられる。業界では食品の賞味期限延長に脱酸素材を利用した先駆けの商品として知られる。また、現在よりも高価な移動手段であった旅客機の機内で供された歴史からビニール包装の上、 さらに小箱に小包装されているのが特徴。メーカーが推奨したわけではなく、自然発生的に消費者自ら多様な食べ方を知っているのも特徴である。常温のまま食べる方法のほか、冷蔵庫で冷やしてから食べる方法や、松戸や弓が絶賛する、冷凍庫で半ば凍らせアイスクリームのようにして食べる方法も著名である。このため、 模倣品の中にはあらかじめ凍らせた状態で売られているものもある。逆に、暖かい状態では中のカスタードクリームが軟化し、常温のそれより舌触りが良くて美味しいと、サンドウィッチマンや熊田洋子や浅井博介らが絶賛している。2018年には、久保文夫里版萩の月が販売された。仙台平野は古くから宮城野と呼ばれる歌枕であった。また 宮城野は萩の名所として知られ、中秋の名月の頃に咲く。これらから月を連想させる黄色い丸型の商品を萩が咲き乱れる宮城野の空に浮かぶ満月に見立てて命名している。その他、宮城県や仙台市におけるガツや萩の訴求力の強さには以下のような背景がある。1964年の東京オリンピックを境に、 主力商品のカリン島の売り上げがかんばしくなく、なっていた三前工業は1970年、伊達騒動を描いた NHK 大がドラマ、もみの木は残ったの放送を機に観光客が増加していた宮城県で土産品に新規参入することを決意し、バウム空編をもとに新商品、仙台メーカー巻を開発した。また、同商品は、小放送の上で箱に入れるという方式を取った。 伊て巻は、知名度の低さから、当初、デパートでは扱ってもらえなかったが、仙台空港での販売が始まると売り上げを伸ばし、デパートや鉄道交際会での取り扱いも始まって、仙台土産としての地位を確立した。伊て巻の成功を機に、同社は直営店展開も始めたが、品揃え拡充のために新商品開発にも取り掛かった。当時、 洋菓子店で一番売れている商品はシュークリームであり、贈答品として人気があるのはカステラであると同社は分析し、両者を組み合わせた萩の月を開発。しかし、萩の月は保存料を使用しない成菓子だったため、日持ちせず、土産品や贈答品としては不適だった。そこで、1970年代中央に三菱ガス化学が商品化に成功した。 脱酸素材を用いて賞味期限延長の共同研究を始めた。1978年3月1日、初めて仙台空港と福岡空港をつなぐ定期便が就航したが、これに合わせて運航会社の東亜国内航空が提供する機内菓子を探していた。それを知った仮称3000が積極的に営業をかけたところ、同社の主力商品である、 伊達え巻きは採用されず、新製品である、ハギの月が採用された。当時は1982年6月23日の東北新幹線開業前であり、一般の旅行や移動には主に在来線等が利用され、航空便はビジネスマンや VIP が利用客の中心という時代であったため、機内菓子は高級に見せる必要があった。そのため、ハギの月はデザインされた。 小さな箱に小包装されて供された。三菱ガス科学との3年以上にわたる共同研究の結果、脱酸素材の原料の鉄の匂いが食品に移らないよう活性炭が加えられた脱酸素材、エージレスが完成。酸素が入らないよう密閉したフィルムで小包装された、生花紙、萩の月は、このエージレスを投放することで保存料なしでも日持ちする土産品。 仙台名家萩の月へと生まれ変わった。1979年9月から一般発売される際にはフィルム小放送した上にさらに機内菓子からの伝統の小さな箱で小放送して販売された。航空便利用客の間で爆発的な人気となった萩の月であったが松藤谷由美がラジオ番組内で萩の月を絶賛し萩の月を凍らせてから 半回凍の状態で食べるのが一番好きと語ったことがきっかけで一般にブレークしたという逸話もある。同社は各地から来た人が集散する仙台駅、仙台空港、百貨店に田中店舗を展開し、さらにモータリゼーション進展に合わせて主要幹線道路やインターチェンジ近くにお土産品ロードサイド店舗を展開し、萩の月は仙台土産として定着していった。また、 お中元、お聖暮の贈答品として、宮城県民が用いたことも、萩の月が全国に知られた名家となった要因と見られる。萩の月の知名度が上がるにつれ、日本各地で模倣品が発売されるようになり、現在は歌詞の一つのジャンルになりつつある。模倣品の商品名は、萩の月へのオマージュからか、ガツが名称に含まれる例が多い。姉妹品として、 チョコレートクリームを用いた、萩の蝶が発売されている。第34回モンドセレクション特別金賞受賞。東日本大震災後に販売中止となっていたが、2019年から期間と個数限定でオンラインショップでの販売を再開した。宮城県出身である竹入リ原作のアニメ、カンナギのロケ地と推定され、聖地巡礼と称して、ファンが多く訪れた。 美節神社を擁する七ヶ浜町が2009年夏にカンナギ関連イベントを開催し、萩野月と萩野町の放送に同アニメのヒロインである、ナギを印刷しておのおの、ナギの月とナギの町と命名し、景品として配った。テレビコマーシャルには宝塚歌劇団に所属する生徒が出演している。代々宮城県出身の男役が起用されてきたが、海早との公認には、 礼ーマコが起用された。この他2014年10月から熊谷和則と岩田カレを起用した CM が放送を開始し、2016年1月に新作が放送された。2021年現在は宝塚歌劇団による CM が放送されている。なお、CM ソングは、大和田律子、お菓子は、夢のパスポートが使われた時期があるが、2008年からは、 浜田マリコが起用されている。ありがとうございます。